晴天となった今日、皇居東御苑の入園者が1968年の開園以来3500万人となりました。記念すべき3500万人目となった千葉県松戸市の夫婦には、宮内庁から記念品として天皇皇后両陛下の DVD と皇居の絵はがき、東御苑のガイドブックが贈られました。